果てしなく遠い空にありがとうの気持ちだけ届くように両手広げて笑う小さくて壊れそうな命のかけら出産なんてするもんじゃないわね。暑いし汗かくし、冷たいものは食べられないし、メイクも流れちゃって、私ったらボロボロでブサイクだし。それは気づかなかったな。ちゃんと美人のままですよ。思わず車を止めちゃうぐらい。夏を乗り切って強い子に育つから、7月生まれは祝福される。俺の育った故郷では7月は有利と言うんです。7月は有利。よー渋谷、何してるんだ？いや、何でも。もしかして野球部に入ろうとしてるのか？やめとけよ、練習きつくて遊ぶ暇もないらしいぞ。ようやく受験終わって高校生になったんだ。もっと楽しい青春を送ろうぜ。汗まみれてご苦労さんだよな。それでも楽しかったよ。ん？いや、なんでも。ちょっと見てただけなんだ。ただ、見てただけ。ダメだよな、未練タラタラで。そうだよ、今までできなかった分もパーッと遊んで。俺たちとは遊べねってか。優等生くんはお勉強で忙しいって。さすが進学校に入学したやつは違うね。おいおい、あれは村田健じゃん。君たちとは一緒に遊ぶほど親しくないだろ。 あいつらも見覚えある。とにかく僕はお金なんて持ってないんだって。いいじゃん、さーっと通り過ぎれば村田だってわかんないさ。中2中3と同じクラスでもほとんど口聞いたことないし、友達ってわけでも。お前らそこで何やってんの？ああ、もしかして集団で違法行為とか働いてる？渋谷。誰かと思えば渋谷じゃねえか。なんだよお前ら、友達だったのか。というわけでも。ちょうどいいや、お前も俺たちに寄付してくれよ。え？村田もおとなしく。おいおい、そんなのありかよ。てめえのせいで獲物が逃げ出したじゃねえか。どうしてくれるんだ？どうすんだよ。なんとか言えよ、渋谷優里。んじゃ原宿は不利なのかよ。ああ、そのセリフは生まれてから推定5万回は聞いた。文句は名前つけたお袋に言ってくれ。だって超かっこいいフェンシング選手があまりにも爽やかにニコンって笑ってくれたから、ママ思わずつけちゃったのよ。だからゆうちゃんがいつもブツブツ言ってるみたいに、パパが銀行屋さんだから利子とか利息のことばっかり考えてつけた名前じゃないのよ、決して。ねえゆうちゃん、7月生まれだからゆうり。ほら可愛いでしょ。
ママの愛を感じるでしょ。おい、ちょっと待て、こっちご婦人用ってマークついてたぞ。ま、個室が多い方がいいじゃん、プライバシー重視でさ。おい、まさかお前ら。今後の参考のために教えといてやるけど、俺たちの邪魔をするとどういう目に遭うか。やめろ。うわ、嘘だろ、なんでトイレの中にブラックホール。それとも最近のトイレって強力掃除機並みの吸い込み力が売りなのか。もしかして史上初、俺って史上初水洗トイレに流された男。俺どうしたんだっけ。あ、そうそう、水洗トイレに流されちゃったんだよ。だってそんなわけないじゃん。ここどこ。アルプス。気持ち悪い。やっぱりトイレに流されたのか俺。で、下水道はアルプスに繋がってるのか。そんなわけは。すいません、あのここどこでしょう。え、珍しい果物ですね。リンゴにしちゃ変な色だし、もしかして輸入品。それなんだかその格好も変わってるし。やだって。日本語通じない。俺怪しいものじゃなくて。なんだから。ちょっと待って、あのダメだ。全員コスプレ。また見ましょう。そうだ、ここテーマパークでしょ。それで皆さんがエキストラね、そうでしょ。やめて、もしかして入園料払ってないから。今お金ないから、後で電話貸してくれたら家族に連絡して今日中には必ず。あれを、プラスはヒアナだい。ああ、助かった。責任者の方ですか。みんなを止めてくれてマジありがとうございました。おえでやや、マニロフスニコワフタシマ。え、言ってて、俺の頭はアメフトのボールじゃない。いきなり何を。なんてことだ、こんなところに現れるなんて。さっさと始末して。あれ、どうだ、言葉が分かるようになったか。やっぱり外国人の口から流暢な日本語が出てくると違和感あるな。言葉が通じるに越したことはないです。それでですね、俺は知らない間にここに来てて、すみません、ここどこですか。なんだ、せっかく見た目はいいと思ったのに、今度の魔王はただのバカか。バカ、初対面の傷つきやすい少年に向かってバカとは。なんだバカとは。魔族がまた立ち上がった。子供を家の中へ。もうダメだ、この村も焼かれちまうんだ、20年前のケンテナウみたいに。待ちなよ、だけど相手は丸腰だ。しかも見てみな、髪も目も黒い総国だ。総国のものを手に入れられれば不老不死の力を得るっていうぜ。聞いたことあるよ。それで西の広告では莫大な懸賞金がかかってるって。何言ってるんだあの人たち。でもこれって緊急事態。相当やばい。まあ落ち着けよ。お前らこいつにはまだ何も飲み込めちゃいないんだ。今のうちに説得すれば、もしかすると。ユリ、ユリ、
しかして白馬に乗った王子様が俺を助けに。くっ、が、骸骨、骸骨って羽つけると飛べるの？ピアノ線が上から釣ってるんじゃないの？住民には剣を向けるな。彼らは兵士じゃない。レスラー閣下、撃ち合わせ。もう来たか。有利から当たれろ。アダルベルト、おりゃフォン・グランツ・アダルベルト、何のつもりで国境に近づく。うわ、ウェラー教コンラード、腰抜けどもの中の勇者さん。わかった、あれだ。戦国時代の合戦みたいに、やあやあ我こそはって名乗り上げてからじゃないと勝負できないんだな。ほんとこのアトラクション凝ってるな。え、うわっ、うそ、うまく仕込んだもんだな。骨皮族に運ばせるとは。彼らは我々に忠実だ。支援にとらわれて自分を見失うこともない。言うな、そういう貴様はどうなんだ。ウェラー教、あんな連中のためにその腕を使うのは惜しいとは思わないか。あいにくだったな、アーダルベルト。俺はお前ほど愛に一途じゃないんだね。カッカー、カッカー、今日は引いてやる。待ってな、少しの辛抱だ。俺がすぐに助けてやるからな。青いプルだ。助けてって、俺は今善悪どっちの組織に連れ去られようとしているわけ？陛下。陛下？陛下って俺？あ、もう一匹いる。もしかしてこのテーマパークのマスコット？陛下、ゆっくり降りてください。うん、よっこらしょっと。ああ陛下、ご無事で何よりです。このフォン・クライスとお会いできるこの日をどんなに待ち望んでいたことか。あ、言ってた。陛下、どっかにおけがでも？お尻が痛いんですよね、陛下。乗馬が初めてだったから。乗馬が初めて？最近の初等教育は乗馬の訓練もしないのですか？どうして神王はそのような世界に陛下を。それよりギュンタ、フォン・グランツに先を越されかけた。アーダルベルトに？陛下、何かされませんでしたか？ああ、石投げられて囲まれそうになったけど。なんということを。あ、陛下、なぜこちらの言葉をお話しされているのですか？やだな、皆さんの日本語はとてもお上手ですよ。お国は？お国はここですよ。日本生まれ？陛下、ここは日本じゃないんだ。ああ、ほらね、やっぱり日本生まれじゃないって。はい？日本じゃない？じゃあなんで日本語喋ってるの？喋ってないよ。え？日本どころかあなたの生まれ育った世界でもない。どういうこと？コンラート。耳が英語に慣れているならコンラートの方が発音しやすいでしょう。知人の中にはそう呼ぶ人もいます。俺、あんたとどっかで会ってるかな？いや。陛下、普段から黒を身につけていらっしゃるのですね。素晴らしい。平素から黒をまとわれるのは王かそれにごく近い生まれの方のみです。その高貴なる黒髪と黒い瞳、確かに我々の陛下ですって言われても、学ラン、制服なんで。それに日本じゃ黒髪も黒い目も珍しくないし。ああ、わかった、そういう設定なんだ。凝ったアトラクションだよね。あ、いえ、アトラクションじゃありません。
そんなこと言われたって信じられるわけないじゃん。俺の中では1、テーマパークのアトラクション、2、テレビでよくあるサプライズ企画、3、夢落ちのどれかだもん。さあどれか選んで、希望は3番。お待ちください陛下、順を追ってご説明いたしますから。オッケー、聞きます聞きます。今から18年前、陛下の御霊はこの国にお生まれになるはずでした。ところが当時の戦乱のためか、お命を狙う気配があったのか、新王のご判断は陛下の御霊を異世界に送るというものでした。そこで陛下の気高い御霊を地球と呼ばれる世界へとお連れしました。陛下はそこで現在のご両親の間でお体を作られお育ちになったのです。しかしあちらで安全にお過ごしいただくはずだった陛下を至急お呼びしなければならない事情が。分かったよ、よく分かりました。でもさ、あんたたちの探し人って本当に俺なの？俺なんかご意見も頭も平均的だし、変わった形のあざもないし。いいえ、一目お姿を拝見した時から分かりました。気高い黒の髪、澄んで曇りのない闇の瞳、その上漆黒のお召し物までまとわれている。それにお言葉が堪能だったことで一層はっきりといたしました。アーダルベルトのしたことは私としては口惜しくてなりませんが、奴は恐れ多くも陛下の御霊の溝から封印されていた蓄積言語を引き出したのです。とにかくこういう設定の定番だと何かを達成すれば帰れるはずなんだ。やってやろうじゃん。お姫様を助けたいの？それともドラゴンを倒す？ドラゴン？竜ですか？とんでもない。人間どもの乱獲で絶滅寸前の竜は我々が手厚く保護しているところです。ドラゴン保護動物なんだ。それじゃあ俺は何を倒せばいいわけ？人間です。人間？どこの誰？我が国に敵対する全ての人間どもを滅ぼすのです。そのためにあなた様の魔王陛下のお力が必要なのです。今なんて言った？人間を滅ぼす？それで俺が何だって？あなたは我ら魔族の希望の星となる第27代魔王陛下です。おめでとうございます。今日からあなたは魔王です。魔王だって？陛下、陛下！陛下。うわあ！やめてくれ、陛下なんて呼ばないでくれ。さ、中へ入りましょう。風邪でも引かせたらギュンターにまた説教されてしまう。はあ、魔王か。なんて罠にはまっちゃったんだろう、俺は。だけど、ここがあなたの世界だ。お帰りなさい、陛下。あんたたち魔族なんだろう？魔法とかでパッと移動できたりしないの？魔法？魔術のことですね。残念ですが魔術とはそう万能なものではないのです。魔術が役に立つのはほとんどが戦闘の時です。俺は魔力のかけらも持ってないですしね。お尻の痛みは我慢していただくしかありません。あ、そう。あ、やっほー、コッヒー、昨日は運んでくれてありがとうな。あ、昨日のやつと同じなのかどうかちょっと区別つかないけど。陛下。あ、水、助かった。喉乾いてたんだ。陛下、お待ちください。はい。あ、どうぞ陛下。うわあ、あ、ありがとう、美味しかったよ。陛下、我々の持参したもの以外口にされないように。
どこに不定の輩がいるか分かりません。せっかく持ってきてくれたのに。変な味はしなかったし大丈夫だよ。コンラート、あなたは民に肩入れしすぎです。国民に肩入れしないで誰に肩入れしろって言うんだい。でも陛下には肩なんて言わずに手でも胸でも命でも差し上げますが。胸とか命はいらないよ。本当に俺一人で乗ってくの？ええ、国民に陛下の勇姿をしっかりとお見せください。大丈夫、おとなしい馬ですから。お帰りなさい陛下。あなた、そして我々の国である偉大なる神王とその民たる魔族に栄えあれ。ああ、世界のすべては我ら魔族から始まったのだということを忘れてはならない。宗主たちをも打ち倒した力と英知と勇気をもって魔族の繁栄は永遠なるものなり。もしかして国家？王国、王都にようこそ。国名だったのか。長いよ。略して新魔国と言います。ありがとう。どうも。ん？あれ誰？フォン・シュピッツ勉強シトッフェル、前の魔王の兄で摂政として権力を欲しいままにしていた男です。前魔王が彼女が辞意を表明してかなり慌てていました。今度は新しい魔王に取り入るつもりですよ。もうあの男の自由にはさせません。こればかりはグエンダルもボルフランも同じ気持ちでしょう。そう願いたいのだね。あのさ、なんかあったの？うわー！陛下！カズラを引いて！陛下！陛下！止まれー！陛下！陛下！落ち着け、もう大丈夫だ。誰？陛下、ご無事ですか？陛下、これが？これとは何だ？陛下、確かにちょっと、いや全体的に負けてるけど。陛下、おけがは？それが新しい魔王だというのか？美少年。深い愛に育てられた彼女いない歴15年の渋谷優里、原宿不利の渋谷優里です。俺婚約します。次回今日から魔王決闘美少年 VS 野球少年って、おいおい、そんなタイトルありかよ。